先生、ネオベネツィアの研究レポートを提出するよう先生に言われた時、当時研究室で最先端の都市建設法を学んでいた僕は反発しました。何度も先生と言い争いもしましたよね。本来ならばこうしてマンホームへと戻る時期が来たのを喜ぶべきなのかもしれません。いえ、戻りたくないわけではないのです。だけどこの年には去りがたい何か、マンホームにはない何かが僕にはあるように思えてなりません。それが何かはまだ僕には分かりません。ただそれが分かってしまった時、僕は果たしてマンホームに戻りたいと思えるのか、時々不安になるのです。じわーん、お邪魔してもいいですか？お邪魔しに来ました。どうしたの、みんなこんな朝早くから。私たち早朝練習に集まったんですけど。大学のレポートを書いてるってあかりに聞いて様子を見に来たのよ。うん、まあレポートは毎日書いてるけど。そのレポート私たちのことも出てくるのよね。本当にそうなんですか？だからさっきから言ってるじゃない、書いてあるに決まってるって。でもだって私たちが一番彼と長く一緒にいるウンディーネなのよ。一番いっぱい書いてあるわよ。あ、いや、その…どんなこと書いてあるんですか？そういうことは、あんまり…あの…コースを間違えたりとか、失敗した時のこととかは、書かないでくださいね。そんなのいつものことじゃない。そんなの書かれちゃったら私マンホームの人にアクアを誤解されちゃうな。ね、もちろん私のことはよく書いてあるんでしょうね。未来のナンバーワンウンディーネってフレーズは必ず入れといてよ。先輩方、でっかい誤解してますよ。ん？都市計画のレポートにそんなこと書くわけないじゃないですか。え、そうなんですか？うん、まあ書いてないね。なんだ、先に言ってよね、そういう大事なことは。ごめん。とりあえずレポート書き上がったら見せてね。アイカ先輩、本当にレポート見たいんですか？どうして？見たら変なの？参考までに。どんなテーマのレポートなんですか？ネオベネツィアの交通量から見る理想的な道路建設だとか、産業構造に基づくネオベネツィアにおける建築物の容積率、建蔽率の考察だとか。は？ん？ほら、言った通りじゃないですか。やっぱり私は読まなくってもいいかな。だけどみんなにはいろいろと協力してもらったわけだし、完成したら見せてあげるよ。あとどれくらいかかるんですか？そうだな、あと1週間ってところかな。1週間。
ことは、あと1週間でお別れなんですね。そんなに急に帰ることはないよ。レポートを書き上げたら、2、3日ゆっくり休みたいし。書き上がらなければいいのに。うん、まあ、下手すると書き上がらないかもね。ちょっとあかり、何言ってるのよ。いくらなんでも。ごめんなさい。あ、じゃあ私たちはこれで。レポート頑張ってね。ちょっとあかり、何暗くなってんのよ。だって仕方ないでしょ。彼はアクアの人間じゃないんだから。いずれは帰らなきゃならないのよ。うん、あかり先輩、でっかいセンチメンタルですね。もうしんみりしてないで、私たちは練習よ。じゃない、確かにその通りだ。僕はただ先生に言われてこの星にやってきただけで、いずれは帰らなきゃならないんだよな。忘れるところだったよ。仕上げに忙しいんでしょ。うん、まあ、それにさっきは邪魔しちゃったしね。でもウンディーネとしての練習はしっかりやらせてもらうよ。当たり前じゃないの。はい。もうあかり、いつまでしんみりしてるつもり。みんなで勉強しているのに。あかり先輩、今日は朝からずっとボケボケですね。どうしたの、あかりちゃん。たく、あなたのレポートがもうすぐ終わりそうだって知って、あかりったら寂しくてしょうがないみたいよ。やだ、あいかちゃん、私そんなんじゃ。だったらもっとちゃんとしなさいよ。そういう愛華ちゃんはなんともないの。せっかく彼と仲良くなれたのに、もうマンホームへ帰っちゃうなんて。一緒にいる期間が長ければ長いほど別れって辛いのかも。何よ。別に永遠の別れってわけじゃないんだから。みんな大げさすぎよ。だいたいアクアとマンホームなんていつだって距離の問題じゃないよ。それに僕だって本当は帰りたくないんだ。本当にそう思ってるんですか。もちろんだよ。ここでの暮らしが今じゃ僕の生活の全てになってるんだから。それじゃあ話は簡単じゃない。
大学なんか辞めちゃってこっちで暮らせばいいのよ。マイカ先輩、それはでっかい無責任だと思います。うん、それは無理だよ。じゃあどうすればいいのよ。どうしようもないんじゃないですか。だって帰らなくちゃいけないんですよね。帰らないと。そんなの分かってるわよ。さあ、今日は僕練習休んでいいかな。え？そんな、ちょっと待ちなさいよ。アリア社長、ぽいにょぽい。みんなにちょっとしたプレゼントを用意しましょうか。ぽい。ちょっといいかしら。はい。あなたに手紙が来てるわ。手紙？僕に？への招待状？差出人の名前がありませんけど。
シングルのお祝いじゃないかしら。道じゃないから。あなたこそこんなところで何やってるんですか？僕は海に向かってるんだけど。あ、私も海に行きたかったんです。じゃあ一緒に行く？はい。どうしてあかりちゃんは話せば長くなるんですけど。ひょっとしてアリシアさんから招待状をもらった？その通り。どこが長い話なのよ。一言で終わりじゃないの。無人島で迷子になるかと思ったら心細かったんだもん。こんな一本道誰も迷子になんかならないわよ。愛花ちゃんはどうしてここに？これよこれ。マンホームにそういう古典小説ありませんでしたっけ？10人の男女が孤島に招待されて、同様になぞらえて順番に殺されちゃうお話。やだあかり、縁起でもないこと言わないでくれる？へへ、冗談です。大丈夫ですよ。私たちは平気です。これはネバーランドの妖精さんからの招待状ですから。なわけないっつーの。さっきから静かじゃないの。どうしたの？別に。あかりと二人きりじゃなくって残念って顔してるけど。そんなこと？いやーね。
なた反応が分かりやすすぎ。招待状が届いたの。当然です。これがなかったら一人でこんなとこ来ません。じゃあ全員揃ったことだし、海岸までレッツラゴー。ズンタッカズンタズンタッ。その歌何？え？私のオリジナルだけど。恥ずかしい、歌禁止。だってみんなで探検って気分にぴったりじゃない？ぴったりじゃない。先輩方、ほら、私たちもいるぞ。つままれたみたいな顔してんだ。もしかして知らなかったのは僕だけ？なーに、お前がマンホームに戻る日が近いって言うんだな。ここはガツンと一発、私が最後の仕上げをしてやろうと思ってな。しごいてやろう。お前たちをここに呼んだわけだ。
だが、アリシアが マンホームに帰ったら、もうこんな綺麗な自然の海では泳げないでしょ。マンホームではほとんどの海が遊泳禁止だって聞くし。つうことでだ、今日はみんなまとめて思いっきり遊んでいいわよ。わーひー、さあ泳ぐわよ。でっかい遊ぶです。もう味わえないんだからたっぷり味わっとけ。気持ちいいね。やってみてください。波がさーって体を撫でるように打ち寄せてくるんです。ぐったいような変な感じ。この感じ、ああ、私って海に包まれてるんだなって思うんです。包まれてる。え、そう思いません？してると楽だ
セリフ禁止。こうしてると気持ちいいですね。疲れを忘れます。このままずっとダラダラと寝そべっていたら幸せよね。そうだな。もうマンホールには帰りたくなくなるよな。マンホームの話禁止。せっかくのバカンスなのに寂しくなるじゃない。だけどこういう本当の自然を、マンホームのように完全に管理されたものでない自然を感じていると、どっちが人間にとっての故郷なのかわからなくなる。所詮今のマンホームなんて。そんなことないですよ。え？私、アリシアさんに初めてここに連れてきてもらって、その時に言われたんです。どんなに貧しくても幸せな人はいるし、どんなにお金持ちでも不幸な人はいる。結局、幸せを決めるのって本人次第なんだって。幸せを決めるのは自分次第か。だから。だから、あなたもマンホームをもっと好きになってあげてください。そうすれば、あなたも、そしてマンホームに住んでいる人たちも、もっとずっと幸せになれるはずですから。慣れたらいいな。慣れますとも。だけどそうしたらもう二度とアクアに来なくなるんじゃないの？ああ、それは困ります。また絶対遊びに来てくださいね。アリスちゃんはお昼寝です。あ、起きました？あれ？あかりちゃん、他のみんなは？私もさっき気がついたんです。目覚めたら誰もいなくなってて。聞こえます？さっきからずっと。聞こえるね。
アイネ。アイネだよな。あのニャンコさん、アイネさん。わあ、待ってください。私も行きます。ぽいぽいにゃい。いただ。あ、痛くない？大丈夫？はい。それより早く追いかけましょう。入りますか？ぽい。どうやら行くしかなさそうだね。社長、どこですか？またですね。うん、気配でわかるね。やっぱり視線を感じるっていうか、誰かに見られてますよね。この歌声、どこから聞こえてくるんでしょうか？わからない。いつもそうなんだ。右から聞こえてきたかと思えば、次は左。そしてある時は空から聞こえた時もある。どこにいるのかは全くわからないってことですか？うん、まるであちこちに反響しているみたいに声の主がつかめないんだ。幽霊さんだったりしませんよね。さあ、驚かせてごめん。見て、ドアがあるんだ。歌、この扉の奥から聞こえてきますよ。Thank you.
にゃう。アリア社長。脅かさないでくださいよ、もう。どこに行ってたんですか？心配したんですよ。ぷぷ。さあ、アリア社長も見つかったし、帰りましょう。まさか、あの、やめた方が。開けないんですか？いいんですか？いいんだ。今の僕にはもうこの扉の向こうの世界は必要ない気がする。逃げてるわけじゃなく、僕のいるべき世界は。僕のいるべき世界は、あの向こうだから。そこは一体。さあ行こう、僕たちの帰るべき場所へ。まだ来るには早いですよ、サマ。あっちょ。たち、いつまで眠ってる気？もう帰る時間よ。二人とも、そろそろ着替えないと。風邪をひいちゃうわよ。こんなところで爆睡するやつがあるか。どう？よく眠ってたけど、リフレッシュできた？はい。あれ？僕たちは、
確か猫の祠の中に。そうですよ。起きたら誰もいなくて、猫のアイネさんを追いかけていたら、アリア社長と一緒に猫の祠に迷い込んで。あらあら、アリア社長ならここにちゃんといるわよ。バイ。え？アリア社長、ずっとそこにいらっしゃいました？ボイニュ、夢を見ていたんでしょ。さあ、帰りましょう。はい。それじゃあ、やっぱりあれは全部夢だったんですか？違うと思う。夢じゃないよ。でも僕もさっきあかりちゃんが言ってたのと全く同じ夢を見ていたんだよ。え？ね、二人で同じ夢を見たりする？二人とも同じ夢を見るなんて仲良しさんなのね。二人とも早く、もう日が暮れちゃうよ。はいはい。朝食の準備ができましたよ。また眠れなかったんですか？ここ数日毎晩考えていたんだ。大丈夫ですか？あまり考えすぎるとお体に悪いですよ。うん。だけどようやく答えが出たよ。答えですか？ああ、結局悩んだって答えは出ないってことさ。え？それはどういう意味ですか？僕はこのアクアに来てたくさんの不思議なこと、珍しいものを見た。それで結局人間の知識で測れることなんてこの世界ではほんの些細なことなんじゃないかって思えたんだ。そうかもしれませんね。アリア社長も私たち一緒に暮らしてますけど、未だに何を考えてるかわからない時がありますし。だからね、あの猫が本当にアイネだったのか、そしてあの女の子が僕に何を伝えたかったのか、それを今すぐ解き明かす必要はないのかなって。それでいいんですか？あ、ほら、ずっと気にしてたわけだし。それでいいってわけじゃないよ。だけどこのアクアの時の流れに任せるように、ゆっくりといつかわかる時が来るんじゃないかな。そう、のんびりと。はい、私のんびり大好きです。なんだか吹っ切れたら急にお腹が空いてきたみたい。朝食できてますよ。うん、早く食べようか。
いっぱい食べてくださいね。朝食は元気の源ですから。そうだね。いただきます。そういえばアリシアさんは？アリシアさんは今朝早くに出かけましたよ。すぐに戻ってくるって言ってましたけど。何の用事だろう。私も聞いたんですけど、後でねって教えてくれなかったんです。まあアリシアさんもいろいろ忙しい人だからな。おはようございます、アリシアさん。あれ、アリシアさんは？アリシアさんね、今出かけてるの。そうなの？私、アリシアさんに呼ばれてきたんだけど。え、アリシアさんに？おはようございます、あかり先輩。ま、アリスちゃん、いつの間に。先輩と一緒に来たんです。気づきませんでしたか？ごめん。アリスちゃんもアリシアさんに呼ばれたの？はい。でもいらっしゃらないみたいですね。すぐに帰ってくるって言ってたから、ここで待っててもらえるかな？もちろん、アリシアさんのためなら何時間だって待つわよ。アリシアさん、何の用事で二人をここに呼んだんだろうね。そうね。もしかしたらアリシアさんから何かプレゼントでも？アイカ先輩、それはでっかい期待しすぎです。そうだぞアイカ。え？あいた！お前は朝から一体何をボケボケしてるんだ。なんでアキラさんが？アテナもいるぞ。どうも。アテナ先輩まで。なんか嫌な予感がします。お前らな、なんで私たちが揃うとそんなに不安があるんだ？いえ、私はアキラさんがいるから不安なんです。この口か！この口がそういうことを言うのか！ごめんなさい！二人とも、とっても仲良しなのね。アキラさんとアテナさんも、アリシアさんに呼ばれたんですか？すみません、アリシアさんは現在外出中でして。ええ、知ってるわ。え？あいつならもうすぐ手配したものを持って帰ってくる。手配したもの？お待たせしちゃって。ね、どうだった？
アリシアさん。じゃーん、みんなにプレゼントよ。ありがとうございます、アリシアさん。やっぱり今日呼び出されたのはアリシアさんのプレゼントがあるからだったのね。あれ、でもこれってヤカタ船の契約書って書いてありますね。はい、アリスちゃん、よく読めました。それではあかりちゃん、そろそろ大切な行事の時期なんだけど、何の行事か覚えているかしら。そろそろ夏も終わりだから、デデントーレ。デデントーレって何？デデントーレとはマンホームのベネツィア貴族の夏のお祭りで、それがこのネオベネツィアに伝わったものです。飾り立てた屋形船で夜通し騒いで楽しむ行事なんですよ。へえ、そんな行事があるのか。で、その屋形船の契約書がここにあるってことは。はい、愛花ちゃん、ご明察。また今年もあなたたち、今度は4人でお客様をもてなしていただきます。4人？1人、2人、3人、4人。そう、去年はあかりちゃんたち3人だったけど、今年は4人だから少しは楽よね。まあ確かに去年よりは。質問です。はい、どうぞ。僕もうすぐマンホームに帰るんですけど、こういう場合僕はどちらかというともてなされる側になるんではないかと。このアクアに来て世話になった人たちが大勢いるだろう。あ、はい。ならば帰る前にお礼の一つもしようという気にならないか。そう言われれば確かに。ウンディーネならちゃんとした接客も学ぶ必要があるの。だからいい機会だと思うわ。うん、珍しくアテナの言う通り。そんなわけで、きっちりかっちり成功させるように。きっちりかっちり。珍しく。では決定。みんなで手分けして準備お願いね。どうしようか。まあこうなった以上はね。一回大変そうですけど、やるしかないでしょう。いいえ、やってみせます、デデントーレ。まずは料理の献立表を買い出し、料理に合うワインやチーズを選ぶのが大変なのよね。
を出すの？当然よ、レデントーレなんだから。そこら辺の宴会と同じように考えないでほしいわ。はい、それじゃあ私が料理を担当します。オッケー、じゃあ料理担当はあかりっと。それじゃあ私は当日のコスチューム作りと飾り付け担当ね。私は招待状の準備をします。で、何ができるのかしらね。わからないわね。適当に誰かの手伝いをしてくれる？あの、適当って。それより一番の重要な点は誰を招待するかよ。私は郵便屋のおじさんと暁さんとウッディさん、あとは。ちょっとタンマ、人数のこともちゃんと考えてね。それとアイカちゃんはアルくんだよね。え？呼ばないの？呼びます。それとグランマ。僕も楽しんで準備しないと。そうよ。あなたにとって悪は最後の素敵な思い出になると思う。だから思いっきり楽しんでね。はい。招待状の文面を書いて封をするだけです。でっかい簡単です。ちゃんと見てました？アリスちゃんってゴンドラを操るのが上手いだけじゃなくて手先も器用なんだ。おだてでも何も出ませんから、あなたも早く同じものを作ってください。
かった。アリスちゃん、こんな感じでどう？いいですね。綺麗に切れています。そっか、よかった。それじゃあ、貼り合わせて。こうかな。はい、まあいいでしょう。それで招待状の文面を書くんだよな。はい。文章なんていつもパソコンで打つしかしないから。直筆なんてずいぶん久しぶりだよ。なんですかそれは。え？字がでっかい下手です。出せません。そこまで汚い字か。はい、でっかい汚いです。字は私が書きますから、あなたは飾りを切っててください。わかりました。ワクワク、ドキドキ。それでいて、僕にとっては不安がいっぱいの準備期間。そんな時間はあっという間に過ぎていったのでした。こんな感じでどうでしょうか。うわ、さすがアリスちゃん。よくできてるよ。あなたも作ったのよね。うん、そうだよ。不器用そうなやつが手伝った割にはちゃんとしてるわね。不器用そうって。だって見るからにこういう工作は苦手そうだもの。アリスちゃんまで。ひどいな。意外と切るのだけはうまかったですから。切るのだけって。ねえアリスちゃん、これは？あ、この招待状だけなんか特別綺麗じゃない？もしかしてアリスちゃん、グランマのです。やっぱりアリスちゃんにとってグランマは特別だものね。グランマか、会ってみたいな。アリスちゃんがそんなに大好きな人なら。レデントーレではきっと会えるわよ。ほんと、すっごい素敵な人なんだからね。はい、でっかい素敵な人です。する。少しは落ち着いた方がいいんじゃないかな。でも誰も来なかったりしたらどうしよう。弱気な発言禁止。大丈夫、きっと来てくれるわ。あ、いらっしゃったみたいですよ。え、あ、本当だ。郵便屋のおじさん、ようこそいらっしゃいました。どうぞお手を。
なんだか照れるじゃねえか。こんばんはなのだ。よっ。あ、暁さん、ウーティーさん、ようこそ。こんばんは、いらっしゃいませ。おうよ、なんてったってアリシアさんからのご招待だ。そうちゃ来ないわけにはいかないからよ。招待したのは私たちですけど。まあとにかく中に入ってください。アイカちゃん、どうしたの？え？なんでもないわよ。こんばんは。アルくん、こんばんは。遅かったじゃない。あれ？そうでした？開始時間にはまだ余裕があると思いますが。ちゃんと来てくれてよかったね、アイカちゃん。うるさいわね。本日はお招きに預かりまして。もう挨拶はいいから、早く乗って乗って。あ、それはさすがに失礼ではと。はいはい、親父的発言禁止。とっても賑やかね。お、アリシアさん、アキラさんとアテナさんも。ようこそいらっしゃいました。ああ、盛況なようだな。もちろんです。なんせ私たちが精魂込めて準備したんですから。あらあら、心配して損したみたいよ、アキラちゃん。誰が心配してたって。アイカには普段から私がちゃんと接客を教え込んでるんだ。心配なんかするわけないだろ。朝からそわそわしてたくせに。あ、アテナ、お前バラすなって言っただろ。さあ先輩方、屋形船の中へどうぞ。あ、アリシアさん。あら、暁くん、こんばんは。本日はお招きをいただいて光栄。だから招待したのは私たちだって言ってるでしょ。これだけ集まると賑やかですね。そうだね。あ、そういえばアリスちゃんの姿が見えないけど。本当ですね。どこに行ったんでしょう。外にいるのかもしれないな。僕探してくるよ。アリスちゃん。大丈夫、心配しなくてもきっと来るよ。はい。遅れてごめんなさいね。グランマ。
人がグランマ。グランマ、いらっしゃい。お招きありがとう。お邪魔させてもらいますよ。さあ、それでは出航しますよ。皆様お忙しいところようこそお集まりいただきました。心ばかりではありますが、去りゆく夏の一夜をお楽しみください。それでは素晴らしきレデントーレに乾杯。だな、お前たちよく見つけてきたじゃないか。ありがとうございます。やったね、あかり。うん。あら、私なんだかクラクラして。アテナ先輩が飲んでいるのはただのオレンジジュースです。え、あらあら、アテナちゃんたら。なんだこれ、すっごくうまいぞ。これは鶏肉のパイ包みですよ。こっちのもものすごくおいしいのだ。それはナスとトマトのラザニアです。このスープは味がよく出ていて、野菜のうまみ成分が。そんな解説いらないって。これは煮込み野菜のスープよ。私たちの自信作なんだから。作ったのはあかり先輩ですけどね。ちょ、後輩ちゃん。いや、こんなにもてなしてもらってなんか悪いね。そんなことないですよ。おじさんはいつも私たちにお手紙を運んでくれてます。私たちとっても感謝してるんですから。じゃあいつまでもジョーちゃんに感謝してもらえるよう、これからも頑張らねえとな。ぽい、ぽいぽいにゃい。あら、そうなの？それはよかったわ。ぽい、ぽぽい、ぽぽいにゃ。グランマ、アリア社長とお話できるんですか？そうね、言っていることはだいたいわかるわよ。ぽにゅい、ぽい。アリア社長、すっごくグランマに懐いてます。後輩ちゃんったら、アリア社長に嫉妬しないの。でっかい変なこと言わないでください。あ、そうだ、あかり、そろそろ。うん、そうだね。お、どうした？暗くなってしまいましたね。
外を見るのだ。花火だ。もしかしてこれも準備したの？違いますよ。話していませんでしたっけ？デデントーレは夜中の12時になるとね、花火が一斉に打ち上げられるの。そうだな。光に吸い込まれてしまいそう。ほら、あなたたちも手を休めて花火を見なさい。グランマ。はい、ありがとうございます。こんな綺麗な花火が見れて最高ね。そのセリフ、でっかい恥ずかしいです。いいじゃない。これくらいは恥ずかしいうちに入らないわよ。でも本当にでっかい綺麗です。準備期間の間、ろくに睡眠時間なかったからな。あかりちゃん。アリシアさん。部屋ともお別れなんだな。準備は大丈夫？忘れ物はない？はい、大丈夫です。アリシアさん、ありがとうございました。あらあら、どうしたの？改まって。だって、無一文の僕をアリアカンパニーに置いて、ウンディーネの修行まで。アリシアさんには本当にお世話になりました。こちらこそ。あなたがいてくれて楽しかったわ。またいつでもアリアカンパニーへ来てね。はい。アキラさん、ちょっと厳しかったけど、いろいろと勉強になりました。ああ、またこっちへ来たら鍛えてやるよ。お願いします。向こうへ行っても元気でね。はい。今度来た時は
アテナさんの歌、ゆっくり聞かせてください。え、もちろん。学生なんだから、たまの休みには遊びに来なさいよ。学生といっても暇なわけじゃないんだけどな。暇は無理してでも作るものなの。そうですよ、たまに遊びに来てくれないと。でっかい寂しいです。ん？約束するよ、また絶対にみんなに会いに来るから。それまでに私シングルになれるよう頑張りますから。向こうでもちゃんとやんなさいよ。うん、二人ともありがとう。僕、アイカちゃんとアリスちゃんに会えて本当に良かった。もう恥ずかしいセリフ禁止。最後の最後まで言わせないでよね。私もでっかい会えて良かったです。アリア社長、今までありがとうございました。バイバイバイニュ。あれ、あかりちゃんは？それが、ちょっと待っててもらえるかしら。アカリちゃんのお仕事は何？ブンディネです。なら、すべきことはわかるでしょ。私のすべきこと？そう、お客様が下でお待ちよ。はい。水梨あかり、お客様を宇宙港までお送りいたします。よろしくね、ウンディーネさん。それじゃあ、あかりちゃん、さよなら。今までありがとう。嫌です。ん？さよならは言わないって決めたんです。だってこれで永遠のお別れじゃないんですから。あかりちゃん、まだアクアのことたくさんたくさん教えてあげたいです。猫の王国のことだって、あの歌のことだって。まだ何も答えが出てないのに。もう二度と戻ってこないなんてことありませんよね。
私、待ってますから。Thank you.